2022年2月24日に発生したロシアによるウクライナ侵攻は、後世に大きく語り継がれるほどの出来事になっちゃったね。ああ、当初の予想を裏切り、ウクライナ軍の士気の高さ、西側諸国のウクライナへの武器供与等とロシア軍の作戦の稚拙さにより、ロシア軍はウクライナ軍に対して苦戦を強いられる状況が続いているようだな。うんうん。そのような戦況の中、ロシア軍は2月24日から4月2日までの間に143機にも上る軍用機が撃墜されたと推測されているね。さて今回は、そんなロシア軍の被害状況や、今後の戦局の行方について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。撃墜されたと確認された機種としては、スホイ25攻撃機、スホイ30SM 多用途戦闘機、スホイ34攻撃機、アントノフ26輸送機などが挙げられるよ。そして、その中でもウクライナ空軍のエースパイロット、通称キエフの幽霊と呼ばれるミグ29パイロットが、ロシア航空宇宙軍が2014年より運用を開始した最新鋭のスホイ352機撃墜したとして話題になっていたんだけど、これまでは残骸が発見されておらず、その信憑性には疑問が持たれていたんだ。しかし、2022年4月3日に SNS 上にウクライナ領内において撃墜され墜落したとされる、スホイ35の残骸の写真が公開され話題となっているみたい。それは、ウクライナのハリキウ近郊のイジェームと呼ばれる場所で撮影された写真とされ、燃え残った主翼が映っており、その形状から墜落したスホイ35であることは間違いないとされているんだって。このスホイ35を操縦していたパイロットは、脱出した後にウクライナ軍に拘束されたとの情報もあるんだけど、その詳細は不明となっているね。このスホイ35は、ロシア航空宇宙軍が開発を進めているスホイ57ステルス戦闘機の1世代前の戦闘機にあたり、ロシアが第 4.5 世代ジェット戦闘機以上の性能を有するとして第 4++ 世代と独自に分類する戦闘機だな。米国の F-15E ストライクイーグル、F-16V ファイティングファルコン、FA-18EF スーパーホーネットや中国の J-10、J-16、欧州のユーロファイタータイフーン、脱走ラファールなどと同等か、それ以上の実力を有するとされているぜ。スホイ35のスペックについて詳しく、スホイ35は、スホイ27フランカーを原型機としており、全長 21.9 メートル、翼幅 15.3 メートル、全高 5.9 メートル、重量 17,500kg、最大離陸重量 34,500kg とされ、最高速度マッハ 2.25、航続距離は 3600km、最大高度 18,000m のカタログスペックを有しているよ。兵装は、胴体内にグッシュ 31-30mm 機関砲と翼と胴体下に12機のハードスポットがあり、RVVBD 空対空ミサイル最大射程 200km、F-59MK 空対艦ミサイル最大射程 285km のほか、機体形状については、原型機であるスホイ27フランカーと似通った面が多いものの、ステルス性を高めるためにカナード翼は廃止されており、エンジンについても新型で高出力な AL-41 フルズ 117S と呼ばれるモデルを採用し、水力変更ノズルも装備しているんだって。これにより、従来機と比較して大幅に旋回性能等の機動力が向上しており、旧東側諸国のエンジン特有の耐久性の低さも改善し、高い耐久性によるエンジン交換の頻度低減と高いコストパフォーマンスを有する機体となっているんだ。また、搭載する電子機器もロシア航空宇宙軍所属の戦闘機の中では最高水準となっているな。レーダーについては、パッシブ式のスキャンドアレイレーダー M35 アーバイズを搭載しており、最大探知距離は 400km 以上、同時探知数は30以上、そのうち8つの目標を同時に追尾可能となっているぜ。さらに高度なデータリンクシステムにより、レーダーデータ情報を捕獲機や地上施設などなどと共有することが可能で、複数の機体や部隊との有機的な連携運用を可能としているらしい。このスホイ35は、2008年2月に初飛行を行い、2014年より運用を開始、2020年時点で90機以上の機体が配備されており、戦闘機としての任務はもとより、広大な国土に比して早期警戒機の配備が少ないロシア航空宇宙軍にあって、その強力なレーダーと長い航続距離により、早期警戒管制機的な任務も行える貴重な存在となっているんだって。スホイ35は強力なレーダーと長い航続力、高い機動性と大きな兵器搭載量とマルチロール機として運用可能な多様な兵器の運用能力を有していることから、ロシア航空宇宙軍ではスホイ57をはじめとする第5世代戦闘機の配備が進むまでの間、主力戦闘機として運用される見通しとなっているね。このような強力な戦闘機をウクライナ空軍と比較して多数保有しているロシア航空宇宙軍は、開戦前まではその大きな戦力差から、開戦した場合はすぐにロシアがウクライナの制空権を確保し、
地上軍が速やかにウクライナの首都キーウをはじめとするウクライナの主要地域を制圧するものと思われていたんだ。事実、ウクライナ空軍は旧態依然とした航空戦力や防空戦力しか有しておらず、2014年のクリミア併合以後、ウクライナは軍備の近代化を進めてはいるが、それでも軍事費の大半は地上軍の近代化に振り分けられており、空軍の近代化については予算不足から遅々として進んではいなかったぜ。これには、少ない予算から効率的に軍備の近代化を進めねばならないというウクライナの事情があるし、クリミアなどを占拠する新ロシア勢力への武力行使は地上戦力が中心であり、航空戦力をあまり必要としなかったことも大きな要因だろうな。英国の国際戦略研究所が公表した軍事情勢報告書であるミリタリーバランス2021では、ウクライナ空軍の航空戦力について、スホイ27、ミグ29などの第4世代戦闘機を含む作戦機を、ウクライナは125機保有しているものの、その大半が運用開始後30年以上を経過しており、老朽化及び陳腐化が深刻になっているとしているよ。さらにウクライナ政府やウクライナ軍では腐敗が深刻な問題となっており、兵士に対する待遇も悪く、兵士は低賃金にあえぎ、満足な訓練も受けられなかったとされているんだ。エリート層である戦闘機パイロットにおいても、NATO 空軍のパイロットの年間最低飛行時間は180時間であることに対して、ウクライナ空軍での年間飛行時間は35時間から80時間程度であり、待遇面に不満を抱いた多くのパイロットが空軍から流出した模様で、2019年からの2年間でパイロットなど140名近くの要員が職を辞しているみたい。これらのウクライナ空軍の現状から、ウクライナ空軍がロシア航空宇宙軍に対抗することは極めて困難であり、短期間のうちに無力化されるだろうと推測されていたんだけど、実際にはウクライナ空軍が予想以上に奮闘し、ウクライナ各地に点在する防空戦力を無力化することもできず、ロシア航空宇宙軍機は多大な損害を被ることとなったってわけ。さらに航空優勢が確保できていない中で地上軍を投入したため、地上軍も大きな損害を被り、将官を含む多数の高級将校や兵士が犠牲になる結果となっているみたい。地上軍については、ロシア国防省が開戦の数日後にはウクライナの防空戦力を無力化したと発表したため、それに基づき、ウクライナの北部及び東部より地上部隊の侵攻を開始させ、首都キーウ近郊の空港へは、空挺部隊による強襲降下作戦が展開されたよ。これにより、ロシアは首都キーウを一気に陥落させ、戦争の早期終結を狙ったと見られているんだけど、制空権を確保できていない地上軍ほど脆いものはなく、ウクライナ軍が巧妙に隠蔽していた地対空ミサイルシステムにより、開戦後5日間でロシア軍は航空機29機、ヘリコプター29機が失われ、キーウ近郊に降下した空挺部隊は、ウクライナ軍に包囲殲滅されているんだ。さらには、イリューシン I-176 大型輸送機が2機も撃墜される事態となり、搭乗していた200名から400名のロシア空挺部隊の兵士が犠牲となっているよ。ウクライナはすごく奮戦しているんだね。この前線の要因って何なのかな？このウクライナ軍の当初の予想を覆す前線は、ウクライナ軍の祖国防衛に対する士気が高いこともあるが、西側各国や元ワルシャワ条約機構加盟諸国からの武器弾薬支援が非常に効果が高かったということも挙げられるし、ロシア軍の作戦運用、連携の稚拙さも大きな要因だな。現在、両軍は高価な最新兵器を湯水のごとく消費して戦争を継続していますが、すでに弾薬の欠乏も深刻化してきているぜ。ウクライナに関しては、西側各国などの支援国が多大な武器弾薬の援助を継続するため、ウクライナ西部の補給線が維持し続けられる限りは弾薬が欠乏する可能性は低いだろうけど、ロシア軍が自分の備蓄で戦争を継続しているため、武器弾薬の欠乏に悩まされる事態が発生する可能性が高いと言えるね。この戦争は、時間がウクライナに味方することになることだろうし、戦争が長期化すればするほど、ロシアは苦しい立場に陥りそうだよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、飛行機についてだよ。最近コロナが少し落ち着いて旅行する人も増えるからこの情報はいいと思うぜ。みんなは飛行機に乗っている時に、喉や肌の乾燥が気になったりしない？僕一回だけ乗ったことあるけど喉が渇いたね。そうだよね。機内は湿度 20% 程度しかないそうなんだ。だから、日本の乾燥する季節ですら 40% から 50% はあるから、かなり乾燥した状態と言えるよね。結構乾燥してるんだな。そんな機内の条件だと、人間の体からは8時間で 400ml の水分が失われるんだ。また、肌の水分についても、5分の1にまで減るそうだよ。飛行機で何も飲まなかったら、
脱水症状になるじゃないか。だから、飲むとトイレに行かなきゃいけなくなるからなんて言わずに、こまめに水分補給した方が良いと思うよ。それじゃ今日の動画は終わりだよ。また見てね。